インテンシティ、スピードテックインテンシティ。骨の走る10人って、はい、タイムで決めていく部分もあると思うんですけど、はい、どういう選考の仕方をしてチーム内で決めていくんですか？もちろん夏合宿でしっかりできてるかどうかっていうのも大切ですし、まあレースも10月11月でレースもあるんで、そういうレースで一つ一つを大切に結果出していくっていうのもそうなんですけど、ある程度16人っていうメンバーが12月の10日に決まるんですけど、そこに関しては結構試合の結果が左右されることが多いです。でそこからに関しては割とこう本当にこう監督が調子のいい選手をまあ見極める、じゃあアピールでどこでするかってやると、まあ、記録会だったりとかでアピールするしかない中で、ちょうど大学1年から2年に上がるタイミングですぐの4月の末ぐらいにある記録会で、日体大記録会っていうのがあって、まあ、記録会っていうのは自分の自己ベストを出していく、自分のタイムを狙っていくっていうのが一つ目標になるんですけど、その時に5月に関東インカレっていうのがあって、でそこの1万メートルの代表選手は記録会に1万メートルに出ようってなって、でそれ以外の選手はもうそれ以外で全員5000メートルって決められてたんですよ。で僕は1年生の時大した活躍もできなかったんで、まあ、5000メートルだったんですよ。で僕は1万の方がいけるっていう自信があって、で、まあ、先輩とかとお話ししてて、まあ、本当は1万出たいんですよねみたいな話をしてたら、まあ、その先輩が一回監督にその気持ち伝えてみたらって言われて、で、まあ、監督の部屋に行って1万メートルに出たいですって言ったら、あ、いいよみたいな感じで結構軽く言われて僕はなんか行くまでにもう、どうしようかなどうしようかなって言って、こういいよお前は5000出とけ言われる可能性もゼロじゃないんで、どうしようかなって思って言ったら、まあ意外とあっさりで、結果的に僕はそこでやっぱ人生をまた一つ変えられた、と思ってて、で実際に日体大記録会で1万メートルでかなりいい走りができたんですよ。でチームの中でも2番とかで走れて、で関東インカレっていうチームの代表のレースなんですけどの1万メートル代表になっちゃったんですよね。でそこでもまあいい走りができたんで、なんか大学駅伝始まるときにはもう僕は必ずこう選手 の代表選手になるポジションをもう得ちゃってたんですよね。本当にこうタイミングというか、強くなってもそれをやっぱ発揮できなければ埋もれちゃうし、でも出すべくところで出したら、じゃあ何かチームの自分のポジションをグッと上げられて、そうやって代表選手には欠かせない選手だって監督に思わせることができたりするんで、まあ、僕も本当大学時代はあの大学2年の僕は1万メートルに出たいっていう気持ちを、まあ、優先してチャレンジして良かったなとは思いました。なんでやっぱこう自分でアクションを起こさないと月も回ってこないなっていうのは、はい、振り返ってすごく思いますね。2年の時の箱根を終えて、はい、まあ、はい、第3回でこう山の神と呼ばれるようになっていくと思うんですけど、はい、まあ、初優勝もこう含めてすごい印象深い大会だと思うんですが、はい、第、まあ、3回目通用した箱根駅伝については、まあ、また2区とは違うところで出て、はい、なんかその時の走りとかどうだったのかもしれないですけど、まあ、2年生の2区の時はもうまだ自分も他のことを考えるのほど余裕はなくて、本当自分が2区で頑張らなきゃ頑張らないかっていう気持ちだったんですよ。でその箱根が終わった直後に箱根駅伝優勝を目指すっていうチーム目標を決めたんですよ。で僕は2年で2区を走ってた立場だったんで、まあ、一応その時チームのエース格のポジションにいて、で4年になられる先輩方が優勝って言われて、いやいけないだろうって思ってたんですよ。優勝っていう気持ちだったんですよ。でもいざ新チームがスタートして、まあ、始まっていったら4年生の先輩方の覚悟みたいなのがもう日に日にすごい感じて、今までなんかちょっとこうなあなあにしてた 寮のルールとかももう一回こう勝つならしっかりやらなきゃダメだっていうので、グッと気
気を引き締めたりとか、あんまりみんなが言いたくない、先輩方もこうわざわざガミガミ言いたくないようなことも、まあ、しっかりこう言うべきとかも言ってくれたりとか、でなんかこうチームが変わっていってるあの雰囲気を感じて、最初はもういや無理だろっていうところから始まったんですけど、日を増すごとにあこれ優勝狙えるなっていう感じになってきたんですよ。なので3年生の時には自分が走るってことよりもチームが優勝するために自分何できるかなっていうのを考えるようになったんで、また2年生の時と3年生の時では自分の箱根駅伝の捉え方っていうのも変わってきて、もちろんそのチームの目標の中に、まあ、自分の目標っていうのもありましたし、まあ、自分が活躍したいっていうあの気持ちは持ってましたけど、チームが優勝したいっていう気持ちが一番強かったですね。あの実際に大会に入る前というか、はい、まあ、優勝できるぞっていう確信は、まあ、そういった時間を過ごしてきてあったんですか？あ、確かにそれ半々ぐらいですね、うん、はい、その僕が3年生の時って出雲駅伝、大学駅伝の最初の出雲駅伝で青学優勝できる、青学史上多分今でもあのメンバーほど強いメンバーは集まらないんだろうっていうぐらい本当に1から6完璧にはまったんですよ。で絶対当時駒澤がもう一強って言われてる時代で、中村翔吾さんとか村山健さんとかがいる時だったんですけど、駒澤に勝てるぞとで臨んだ出雲駅伝、台風で中止になったんですよそうなんです、はい、でもあの時に台風で中止になったから僕らは気を緩めずに箱根まで行けたんですよね。もしあそこで優勝してたらちょっとやっぱ調子乗っちゃう部分も、チームとして調子乗る部分もあったと思いますし、選手自身も気が緩む部分もあったかもしれないですけど、中止だったんで、当時じゃあ僕らがいや、やってたら優勝だったのにって言えるような立場でもなかったんで、そんなことも言う人もいなくて、でまあ、そこからもなんか気を緩めずに行けたんで、まあ、箱根優勝できたかなとは思うので、当時出雲が中止だった時は悔しさはありましたけど、なんかその悔しさを箱根にぶつけられたっていうのもあの結果に変えられたなとは思いますね。ご自身の走りをこう、はい、振り返っていただくと、はい、元々違う区間で多分走る予定だったんですよ、ね、はい、あのもう2年の時2区走ってたんで、はい、原監督からはもう1年間ずっと月も肉だぞっていうのは言われてました。で、まあ、11月ぐらいに、まあ、坂の練習にあの、まあ、行ったんですけど、その坂の練習に行った理由は 2区も最後戸塚の壁って言われる、もう本当壁の坂を登らないといけないコース で、まあ、しかも距離も一番長いっていうのもあって、すごいタフなコースなんで、その坂を2区の戸塚の壁を登るために中野練習に一緒に5区を走る予定だった選手と行こうって言われて、で行きますって言ったら、まあ、そこの走りが結構自分の中で良くて、で原監督にその練習が終わった直後に、あの2区じゃなくて5区だって言われて5区を走ることになったんですけど、僕個人としてはもちろん2区でっていうのをずっと準備してきたんで、まあ、多少こうあのあ2区じゃないんだっていう気持ちはあったんですけど、でもまあ、さっき言ったようにチームの目標が最優先っていう自分の中であったんで、僕が5区を走ることで優勝に近づくのであれば、まあ、走らせてくださいっていうあの気持ちでしたね、はい、そこから、まあ、あの走りにつながっていくわけですけど、はい、実際にこう、まあ、対策もされて入ったと思うんですが、はい、まあ、こう襷を受け取って、はい、まあ、次渡すまで、はい、なんかどんなことを考えて、でご自身で走ってる時はなんかどんな気持ちというか、はい、どんな状態だったのか教えてください。もう一つだけ言えることは絶好調でした、ね。あ、そうなんですね。はい、もう本当に、なんか今あの走りをもう一回してくれって言われても100回やってもできないと思うぐらいをあの1回で出せたと思ってて、今ずっといろんなレース出てきましたけど、アップをしてる時に調子が良すぎてにやけたことはあの箱根駅伝しかないですぐらい調子が良くて、でまあ実際でもアップ調子良くてもまあ分かんないっちゃ分かんないですけど、で襷もらって最初の1キロを、まあ、原監督からスタート前に電話するんですよ。
大体15分前ぐらいに原監督に電話して、まあ、こうやって走りなさいっていうアドバイスをもらうんですけど、その時に原監督に言われたのは、最初の1キロ3分5秒で入りなさい、勝負は山行ってからだから前半は無理するな、分かったかって言われて、はい電話切って助けもらって、3分5って言われて最初の1キロの入り2分50秒入ったんですよ。15秒入るで、後ろから原監督に、はい、1キロ2分50秒みたいな、早すぎるな、落とそうって言われたんですよ。次の間の1キロはちょっと自分なりに落としたんですよ。落として時計見たら2分52だったんですよ。2秒しか落ちなくて、で、次原監督に声かけられたのは多分5キロぐらいのところだったんですけど、なんか原監督に今日は調子がいいからもうそのままのペースで行きなさいって言われたんですよ。で、なんかこう自分の中で、まあ、調子がいいっていうのは思ってたけど、多少なんか行き過ぎてるなっていう気持ちもやっぱあって、どうしようかなどうしようかなって思った時に、原監督に今日は動きもいいし、もう見ててもいいと、後ろから見ててもすごくいいからそのまま行きなさいって言われた一言で、なんかこう迷いがボンって吹っ切れて、そのままこう山に入っていったっていうのがあったので、まあ調子も良かったし、ドンピシャでその原監督の声かけも、まあ、自分のこう不安を解消できるような声かけをしてくれたんで、本当思い切って走ることができて、まあ、ただ10キロ手前ぐらいですかね、駒澤大学が先頭を走ってたんですけど、まあ、見えてきたタイミングで若干きつかったんですよ僕も。で、あ、前半飛ばしすぎたなって思ったんですけど、でもその飛ばしすぎたなって思ったタイミングで駒澤大学が見えてきたんで、あ、かなり自分が相当いいペースで来てるなっていうのは感じてて、まあ、その区間記録ペースとかっていうまでの情報は僕のところには届いてなかったんですけど、まあ、かなりいいペースで来てるな、追いつけそうだなっていう気持ちがあったんで、きついけど追いつくまで一旦頑張ってみようと思って、ペースを緩めずに追いつくことだけに集中して、そしたらまあ11キロぐらい多分追いついて、で、まあ、すぐ抜かそうと思ったんですけど、僕も結構飛ばしてきたっていうのもあって疲れてたんで、一回後ろついて休もうって、まあ、その時は若干なんか今思うと確かに余裕あったなって思うのは、テレビ的にこれ競った方がいいなって、なんかすぐ抜くよりもなんかこうつばぜり合った方がいいなって思っちゃってたんで、多分どっか余裕はあったと思うんですけど、で、まあ後ろついて、でどうしようかなどうしようかなって走ってたら、体力も全部回復して、で呼吸も、まあ、全部といったらまあ本当にきつかったのが呼吸も楽になって、まあ、ペースが落ちたんです、追いついた時にペースが落ちたんで呼吸も楽になって、走りの動きもこう一旦なんかリセットできて、で足の幅もどんどん合わなくなってくるんですよ。僕はもっと行きたいけど、その前の駒澤大学の選手に合わせたらリズムも合わなくなってきたんで、あ、このままずっと行ってても逆に自分のリズムもっと悪くなるなと思ったんで、もう行っちゃえと思って行って、行ってからもう後ろとか一切気にせずに、もう本当に前の、先導車1号車だけを見て、ひたすら、1秒でも早くゴールするっていうところを目標に、走ったっていう感じだったんで、だからそれもこう本当タイミングよく選手がいてくれて追いついて少し休めたっていうのも、自分が最終的にいいタイムで走れたことにつながったと思うんで、もしあれが僕が5番でもらってて4位の選手に追いついた時もきつかったけど、でも自分が目指してるのが1位だとしたら、どんどん抜いていかなきゃいけないっていう状況だったら、どこかでもう完全に失速してた可能性はあるんで、はい、まあ二度とあの走りはできないなって思うと同時に、あの時の、まあ、自分の気持ちもすごくワクワクする展開だったんで、走りながら本当に楽しい、楽しいな楽しいなって思いながら、まあ、走ってた箱根だったなとは思います。そういう、 こうピークを引き当てるみたいなのって、はい、まあ、誰しもできたら最高だなと思うんですけど、はい、なんかそれが、まあ、一回振り返ってみると、なんでできたのかってちょっと分析と、はい、なんかもう一回もう二回やるのってとても難しいと思う、はい、なんかその難しさとかも少し教えていただけますか。まあ
ある程度その陸上も自分なりのルーティンってあると思うんですよ。まあ1週間ぐらい前にこのぐらいの状態でいて、でまあそこからこういう練習をしていって、まあこういうのでちょっと確認を入れてみたいなので、まあ、ある程度はめられるとは思うんですけど、でもじゃあそれを 120% に持っていけるかって言われると、まあそこは僕はなんかざっくりになっちゃうんですけど運だなとは思ってて、でもその運を積むための努力をどれだけやってきたかっていうのは僕は大事だなとは思うんで、運をこう引き寄せる努力はやっぱ必要だと思うし、逆にじゃあその努力なくして運は回ってこない、月は回ってこないと思うんで、だから僕らアスリートは正直まあ努力するしかない、ちょっとするしかなくて、まあその積み重ねでしか結果は出ないっていうのは間違いないことなんで、まあ全員そうやってやってるとは思うんですけど、僕もこう箱根に向けてはやっぱり363日、2日間の旅にずっと努力を増してきたなっていうのは思いますし、その自信がやっぱり自分の走りをの背中を押してくれたなっていうのは思うんで、はい、まあ、そういう気持ちを持ってやっていくことしか、まあ、できないなとは、はい、思います。ありがとうございます。注目もされて、はい、まあ、初優勝をした後かなり、まあ、世間の目もそうですし、まあ、いろいろと変わりました。いや変わりますね、うん、ただ優勝モロテープモロ優勝して、まあ、その表彰式とか、まあ、もちろん取材とかバーってなるんですけど、まだその時って実感湧かなくて、で僕走った選手って青学って足の子に止まるんですよ。でその日の夜にハイライト箱根駅伝みたいなのがやってるんですよ。でもまだなんかこう気持ちこう浮ついてる部分もあって、浮ついてるというか、 なんか高ぶってる部分もあって、本当に自分なのかっていう気持ちもあって、で翌日、まあ、ロックの付き添いの選手に付き添っていくと、監督が持ってきたのかどっかの新聞社の方が持ってきてくれたのか分かんないですけど、全社の新聞を持ってきてくれて、その全社の一面が僕だったんですよ。でバーってこう広げてくれて、でもトップで僕がもう一面を飾ってるっていうのを見て、まあ、若干実感湧いて、すごいことを自分はできたんだなとは思って、で本当に感じたのは、まあまあ、SNS のフォロワーとかも、まあ、一気にやっぱ増えてて、もう箱根で一気に3万人ぐらい増えたんですよ、まあ、それもなんかなかなかないことだなと思って、あめっちゃ増えてるなっていうのは。で6の月層が終わってから8区かなんかの応援に行ったんですよ。そしたら全員僕のこと気づくんですよ。今までは僕歩いてても誰にも見られることもないし、誰もこう目にするしてくる人っていなかったんですけど、全員が「はあ亀の大事だ亀の大事だ」ってなった時に、初めてその時にやっと「はあこれで優勝するってこんなにすごいことなんだ」っていう、かなり実感が湧いたかなと思います。ただ、まあ、3年の時に箱根終わってから、はい、ハーフマラソンとか、うん、都道府県対抗駅伝とかではかなりいい成果を上げることができて、うん、ハーフマラソンでも学生歴代3番の記録を出したんですよ、うん、でそこで山だけじゃないっていうのも、まあ、証明はできたんですけど、どうしてもやっぱ世間の印象は、まあ、そのハーフの結果っていうよりも、まあ、山の印象の方が強いんで、まあ、それは仕方ないことなんですけど、まあ、どこに行っても山の神として言われることとやっぱ向き合っていかないといけないっていうのは、4年生の時は嬉しい一方で、自分の競技がまあ、その後ハーフまでは良かったんですけど怪我続きになってしまって、なんかズレが起きてきたんですよね。頑張んなきゃいけないし、結果に応えなきゃいけないのに応えられるような体の状況にないっていう時間がすごく長く続いて、まあ、出雲駅伝も出れず、で大学、全日本大学駅伝はアンカー走ったんですけど、まあ、最後僕が逆転できる、タイム差でタスキをもらったんですけど、結果的に30秒ぐらいまたアンカーで差を広東洋大学に広げられて、まあ、2番ですごい悔しい思いして、で僕はこう世間の方からも山だけだっていうのを散々言われ、今振り返ると別にそうも思わないんですけど、大学4年生の時ってやっぱそうやって周りの人に言われることにやっぱ慣れてない自分もいたんで、若干しんどさっていうのはあったんですよ。
で結果もやっぱついてこなかったりもするん ですごいしんどいなと思ったんですけど、まあ、4年生の最後、まあ、2ヶ月切ってきて箱根に向けるっていう時にまたちょっと怪我をしてしまって、まあ、最後12月の5日ぐらいから走れるようになって、まあ、半分無理かなっていう気も強かったんですけど、まあ、僕が怪我してる間も4年生のメンバーとかが頑張ってチームまとめてくれたりとかっていうのもあったんで、まあ、ここでこう諦めたら、まあ、一生後悔するなと思ったんで、とにかく1月2日まで全力でできることやろうってやってたら、本当にクリスマスぐらいから一気に調子良くなって、で監督もまあ僕いけるなってなって、まあ、走ることできて、まあ、最終的に箱根はケニア人選手に負けちゃって区間2番だったんですけど、僕が助けもらった時にはもう2分以上あの、まあ、後ろと差がついた状態で先頭で助けもらえたん で、まあ、優勝することができて、まあ、やっぱ最後まで諦めずに頑張ってよかったなっていうのも思いましたし、その時にこうなんていうか世間の反応とかもやっぱり一瞬で変わるんですよ。箱根駅伝前日までは神野が走るから青学は負けると、あのもう今年の神野は走れてないから絶対ダメだと散々言われ、優勝してしたらみんな一気にこうパッてなってやっぱり神野だみたいな感じになってまた僕区間2番で本当チーム の貯金のおかげで、まあ、楽に走らせてもらってあの2位とも差を広げてあのゴールできたんですけど、注目されるとそういうのがついて回るんだろうなっていうのはその時すごくこういい部分も悪い部分もあの感じれたなっていうのは思うし、大学4年生でそれを経験できたっていうのは良かったなと思っています。その後こう実業団を経て、はい、まあ、プロとして活動されていると思うんですけど、はい、プロ転向とか、はい、そういう形態を取ろうと思ったのも、まあ、そういった経験、まあ、大学時代の、はい、まあ、良い部分も悪い部分もいろいろこう、はい、体感したからっていうところは大きかったですよね。まあ、やっぱ後悔したくないっていうのが一番あって、まあ、実業団の環境もすごく良かったんですけど、どうしてもこう仕事に行かなきゃいけなかったりとか自分のこうやりたい練習ができなかったりとかっていう環境もあったんで、まあ、自分はこう狭い枠組みの中で目いっぱい努力するよりももっと大きな枠組みの中で目いっぱい努力したいなっていう気持ちが、まあ、日に日に強くなっていったんで、あのプロになって挑戦してみようかなっていうふうに思いました。チーム神野としていろいろなスタッフだったり、はい、まあ、会社だったりサポートしてもらってると思うんですが、はい、あんまりこうプロランナーの方でそういうチームを作ってやってる方って今現状多くないと思うんですけど、はい、チーム神野の存在とかでそのあたりってこうその時間積み重ねとか経過ってどうですか。まあ、やっぱプロになるときに僕もその環境を悪くしてしまっては、うん、まあ、本末転倒だと思ったんで、まあ、プロになるときにじゃあやっぱりこう自分のこうパートナーとなる方が必要だと思ったときに、まあ、もうせいやさんしか僕にとってはいなくて、まあ、っていうのも大学3年のときにやっぱチームが変わったのはせいやさんがマネージャーとして、まあ、シムとしてチームをまとめてくれたっていうのがすごくあって、やりたくないこと言いたくないこともやっぱり言える人だったり、裏方に回れる人ってそんなにやっぱいないと思うんですよ。でもせやさんはそれができる方だったんで、まあ、僕はやるならせや、まあ、さんとなりたいっていうので、まあ、やってくれませんかっていうのをお願いしました。せやさんに断られてたら僕は多分プロになってないですね。ああ、はい、青学大陸上部歴代最高種目っていうふうに出てくるんですけど、はい、まあそれはまあ認めたくないですけど、まあ認めざるを得ないかなって思うぐらい、本当に多分今の青学の組織とかがあるのもあの年で完全に確立した感じはあるんで、なんで今の大学生はおそらくあの組織をどう崩さずに保つかっていうのが大事だと思うんですよ。まあ1年生で入った時から2年3年4年ってどんどんチームがやっぱ良くなっていったので、まあ、本当にあの組織を作り上げたと言っても過言ではないシムです。原監督もあの、はい、お聞きする話だと、はい、そんなにこう全部支持するタイプじゃないと思うので、はい、学生主導 で、そうですね、まあ、選手もそうだしスタッフも、はい、みんなで作り上げたってことですよね。はい、なんかまあ原監督の教え的になんかこうガミガミ言ってやらせるっていうよりも、もう
強くなるのは強くなりたいのはあなたたちでしょ、箱根貸したいのはあなたたちでしょって、じゃあ自分たちで頑張りなさいっていう感じのスタイルだったんですよ。その代わり迷った時とかなんか不安事とかは全然こう何でも聞いてこいっていうようなスタイルで、ドンと監督が構えてるタイプ、うん、でじゃあチームが少しこうレールから外れそうになった時に、いやそうじゃないそうじゃないって言ってこうもう一回レールに戻してくれる役割が監督がしてくれてたんで、まあ基本はこう選手主導で、選手自身がやっぱり自分の気持ちを大切にして、チームのみんなの気持ちを大切にやるのが当然でしょっていうスタイルだったんで、そのスタイルも青学はやっぱり良かったなって思いますし、そういうやり方だったからこそ自分の意思を持つことができたし、自分の考えをたくさん持つことができたんで、大学卒業後もそういうプロっていう選択をするっていうところにもつながったなとは思います。最初に、まあ、今後の目標を少しお話しいただきましたが、はい、まあ、今見えている範囲で今後のビジョンとか、はい、チャレンジしたいことがあればぜひ、はい、まあ、まずは、現役選手としてこれからも、しっかり高い目標を、まあ、オリンピックっていう目標もまだ諦めてはいないんで、まあ、そこをしっかり目指してやっていきたいなと思ってますし、まあ、ここからまた人生の新しいチャレンジもスタートしていくので、まあ、僕はこう振り返る、人生を振り返ると、まあ、本当にチャレンジの連続でここまで来たなって思うんで、まあ、決して力はなかったですけど、そういうこう挑戦的な選択をしてきたからこそ、まあ、今があるなと思うんで、引き続きその気持ちを大切にしてチャレンジしたことに対して確かに覚悟を持って取り組んでいきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい。